晩ご飯の時間になりました。自分は、モルモットフードと、ハムスターフードのハードタイプを、ミックスしてます。で、そこに、ドッグフードを入れて、で、たまにちょっとパスタなんか入れたりしてます。で、あとはおやつ代わりに、ひまわりの種なんか入れたりするんですけども、ちょっと冬はちょっと多めに脂肪分を取らしたいので、ひまわりも種を晩ご飯にも混ぜてます。じゃあ男子の皆さんから先にいただいてもらいましょう。はい、召し上がれ。ひまわりの種、それからハムスターフードのハード、非常に食いつきがいいんですけど、やっぱちょっとドッグフードのペレット系と、モルモットのハードタイプはあまり食いつきが良くない感じですね。大体最後に残しちゃうんですけど、1日置いとくと、仕方なしに、食べるかって感じで、食べてはくれてます。やっぱメスよりも落ち着いて食べますね。メスはもっとがっついて、もう頬袋パンパンになるまで溜め込みますけど、オスはあまりそうでもないんですよね。どうしたい？よし。時間が時間ってこともあって、本格的に食べ出すのは、深夜ですね。どっちかっていうと今の時間帯は活発じゃないです。じゃあそういうことで、また。